スペーキャストはフライフィッシングにおけるフライキャスティング方法の一つ。水面にラインの一部をつけて行う。起源はスコットランドのスペン側とされている。さらに世界各地の釣り場で独自の発達を遂げたスペーキャストが存在する。下流に伸びたラインを持ち上げる。リフト、後方へロットを払いながらキャストする方向の転換。スイープ。一旦ラインの先端を 前方の水面につけ、アンカーを打つ、つくと同時に、前方へキャストするというのがこのキャストの基本の動きとなる。後方に、スペーキャスト独特の D の事情のループができる。この D ループの幅が大きいほどエネルギーを蓄え、より遠くへラインを飛ばすことができる。アトランティックサーモンスコットランドのスペー川周辺で生まれた。スペー川の中、上流域は、 アトランティックサーモンの有料な漁場であるが、早く浅い流れのためボートが使えなかった。そこで切り立った岸際からでもキャスティングを可能とするため、地元の釣り人たちによって必然的に生み出されたのであった。使用するラインはフロントテーパー、ベリーブともに長いフルラインが主体である。シートラ・アウトスウェーデンなどの北欧地域ではスペーキャストから独自の進化を遂げた。 このスタイルのフライキャスティングが盛んだ。アンダーハンドキャストとも呼ばれる。この方法は、ロットを振る際にアンダーハンドイコールヘタをメインに力を加えることで、非常にコンパクトな動きで力強いタイトループを生み出すことが特徴である。さらにアンカーも長く取ったリーダー、ティッペット部のみの使用を基本とするため水面を荒らすことがなく、魚を驚かさずに釣りをすることが可能である。 対象魚は、スコットランドと同じく、アトランティックサーモンのほかブラウントラウトの公開型である、シートラウトなども好まれる。使用するラインのタイプは、長いフロントテーパーを持つリア重心のシューティングヘッドが主体となる。このスタイルのキャストを行う上では、シューティングヘッド、ランニングライン、リーダーフライの3者のパワーバランスが練習よりも、何よりも重要だと、日本における、 アンダーハンドキャストの第一人者、近藤は語る。推進力となるヘッドが軽くて繊細なら抵抗となるランニングはより細く抵抗の少ないものにしたり、ヘッドが水面での抵抗が大きい更新クレートのものなら抵抗となるリーダーはより短く抵抗の少ないものにしたりといった具合である。さらに近藤はアンダーハンドキャストはロットのローディングが D ループの上半分の重量でほとんど賄われているため、アンダーハンドでロットを曲げてシュートする原理は極めてオーバーヘッド的と述べており、このあたりもこのスタイルの大きな特徴と言える。霧が立ち込めるスカジット川スティールヘッドアメリカでは、ワシントン州スカジット川周辺で、ニジマスの公開型であるスティールヘッドを効率的に釣るためにスカジットキャストと呼ばれる方法が生み出された。 非常に水の押しが強く推進もある。この川では、魚の目前にフライを届けるため早く沈む、シンキングラインと重たいフライが必要不可欠となるが、そのような組み合わせは、通常のラインシステムやキャスティング方法では、扱いづらいことこの上なかった。これを改善するため、ラインを先端のみ、素早く沈むシンクティップ仕様とし、ボディと呼ばれる、ラインの本体部は、 オーバーヘッドで投げるには明らかに重すぎるような極部と、かつ短いフローティングラインとする。スカジットキャストの開拓に携わったメンバーのうち、主要人物であるワードは、このティップとボディを合わせた全長は使用するロットの2.75から3倍の長さに設定し、なおかつティップ部は約10フィートにすると最も扱いやすいとしている。このシステムで、 流れや風を考慮して様々な場所にアンカーを打った後、ラインすべてを一旦水につける。そして水面からラインを引き剥がす抵抗で竿を曲げると、同時に後方へループを作り、前方へ打ち出す。安全に重たいフライを投げられることに加えたの、スタイルに比べて習得しやすく、非常に合理的なキャスト方法である。上記のキャスティング方法以外に、 その他の一部地域のみで使われているような方法を加えると埋挙に糸間がない。ニュージーランドのトンガリロ川でヘビーニーフを投げるため発達したトンガリロロール。日本の湖でかつて流行したシューティングヘッドでスペーをするシューティングスペー。そのシューティングスペーを進化させテーパーアブのみで構成された軽めのデルタ形状ヘッドを使用し、 止水域における水面へのインパクトの減少を試みたデルタシューティングメソッドなどがある。実際に北欧で行われているスカンジナビアンスタイルのスペーキャストについては盲点線が他のスタイルとの違いも交え詳しく述べている。2ハンドロッドを用いなければいけないイメージのあるスカジットラインだがゴズワースはシングルハンドでも使えることを紹介しており、 シングルハンドで扱う場合に適するライン重量や長さについても言及している。世界遺産であるトンガリロ国立公園が有名。第一人者である戸沢の記述参照。ありがとうございます。